1、マグロ。2、タコ。と思ったら、お、喜ぶんや、先輩が。俺ほんまに3日間喋れへんかったからな、入ってすぐ。言うてた言うてた。一番最初に喋ったんがトールと北口やから。ほんまにどっから来たんって言うてくれたんよ。だから俺喋れたんよ。3日ほど喋れへんかったもん、誰とも。鉄はどうなん、清水清水の鉄は。鉄はすごかったな、あいつは最初。俺セレクションの時からすごいな思ったもん、鉄は。ほんまにピッチャー、ピッチャー2年になってアンダースローになって、あいつがもうエース格になっていったんやあれな。ああ2年の時、ほんで脇腹ちょっとあの何疲労骨折かなんか、アンダースローやから負担かかってできへんようになってピッチャーやめた。あ、そうなの。2年の時はアンダースローでよう放ってたよ。1年の時はピッチャー誰がよかったの。野口よ、野口、明石がやっぱりすごかったな。高松はおもろかったけどな。左のな。あの先輩が入ってきてえらいなあというか、やあったやん。今言われへんかもわからんけど、 YouTube やったら、そらえげつなかった。高松な、翔平だな。あったな、翔平は。俺も思い出はもういつも。でも俺が補聴の時は寿司のネタ言うてたからな。先輩に言われて、高橋寿司のネタでいけ言うて、補聴言うとこ、1、マグロ、2、タコ。と思ったら、喜ぶんや先輩が。ほんま、もうそれで生き抜いてきたんや。だから俺の同期はもう俺のあれで生き抜いてきたんや。ほんとちょっと和らぐやん、覚えてる先輩が。お前覚えてない、覚えてない。鍵ある、覚えてない。補聴こせって言うやろ。1、アナゴ、2、タコ、3、マグロ、4、卵、1、はい、2、はいってこうやってやってた。ほんま、うん、あれがもう1年生の時はほんま、まあまあそれも思い出やわな。自分の思い出というか、まあ1年生くぐったらな、そのあれになったら。俺あれがあんねん、トールが、土曜日、あのパンの日、トールって、先輩がバーンと食べて、またニコニコしながら行って、ほんで帰って、高吉みんな、すまんって。お前どうして、今日卵をパクられて、味噌汁の卵やった。お前何してんねんチャーハンを。あ、覚えてる。あ、俺あれがごっつい印象的で、土曜日な、俺それで土曜日な、帰って焼き飯するわ、先輩から味噌臭い言うて。そらみんなそんなやった。おのもせやん、おの。あ、おのも、おのよ。おのなんて朝5時頃から焼き飯10人前ぐらいタッパに入れて、昼に2年生食べるから、あの上の人が。それで生き残ったんや。あ、そうなの、ガーリックとマヨネーズ。そうや。いやいや、あの時はまだ塩とあれだけやって、だけ醤油、醤油だけ。ガーリック井田さんはおいらが2年あの新チームになってから、明石が最初にやったと思う。明石か、俺明石に聞いたよ。ほんで俺中華味とか入れさせて森下に伝授したよ。それが今言う PL チャーハンって言われてるやつや。俺らの時フライパン悪かったからよひっついてたやん。そうですね、卵な。いやいや、ご飯ご飯、ご飯おこげやん。そうそう、お前はだからフライパン悪かったで、油でやったらひっついてたやん。ほんで俺マヨネーズでした、俺マヨネーズ好きやったから。はい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 。ほんだらツルンツルン滑るんや。お、ほんであれマヨネーズ使い出したみんな。あ、そっから。そっからやって、ちょちょ、ほんまやって。一年の時ほら卵焼いたあかんか、焼き飯も焼いたできへんかったやん。だから俺白ご飯にマヨネーズかけて、で醤油かけて、ソースちょろんとやって、くる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 ってやって食べてたよ。卵入れてな。卵入れてないって言ったら、卵食われへんかったよ。いやいやいや、卵あって生卵入れて。生卵、俺はお前らは食ってんねん。俺は皆の全体のことを思って。いやいや、だけど笑うけど。あれあれやろ、付き人のために
残しとかなあかんかったんちゃうの、牛乳とか。いやいや、3年生の名前を書かなあかんね、先に。あ、そうですよ、3年生先に。そうですね、3年生が入ってこられたら今日の卵どうされますかって聞きに行くんよ。ほんなら目玉とか普通とかな言われて、ほんで中の役係の やつに目玉、何々さん目玉やでとか、何々さん普通やでとか言うて、ほんだはいとか言うてやっていく。2つちょうだい、2つ焼けよって言う人もおる中には。ほんだ1年生がみんな食うてたらなくなってまうねん。バカ食うてたんやろうけど、俺はそういうそういう人のために。俺らは食うたらあかんで、先輩残しとかなあかんから。ヒデなんて先焼いてご飯の下に目玉焼き隠してたからな、あいつ。ああ、俺も隠した。せやろ、お前らはそういうことすんの。俺はせえへんねん、絶対にせえへんねん。俺そういうとこ真面目やから、自分を別にあげるわけじゃないけど、もう自分が何も悪いことしてなかったらしてませんで言えるけど、そういうやつはやっぱり見つかった時にやっぱり言われへんや。俺そういうのはあんまり好きじゃなかったから、だからキャプテンがキャプテンになったんや。いや、それ自分で言うたかい。いやいや、そうやけど、いやいや、自分で言うたかんけど、卒業したらな、みんなそうやってやっぱ思ってくれる。あの責任でやられたとか、よう先輩に怒られてたとか、おいらのために怒られてたとか、こうやって言うてくれたら、やっぱり嬉しいやん、俺は。だからもう高橋がもうキャプテンで当たり前やねんとか言うてくれたら俺は嬉しい、うん、そんなんなかなかおれへんやん。俺満場一致や。満場一致。いや、大体ほら、うん、2人ぐらい候補出るやん。ほんなら俺らもそうやと思ってるやん。キャプテンになるときは書かなあかんねんなって思ってたけど、俺は呼ばれて高橋お前キャプテンになって、俺未だに忘れへんよ。8月入って監督からお試合さんからの任命やから。え、嘘やって言われたよね。嘘かほんまかわからんけど。あ、そうなの、うん、8月言ったら新チーム前や。そうそう、うち甲子園出てたから。出てたから。でも秋の抽選があったよ、8月の十何日に。そうかそうか。だからキャプテンは決めとかなあかんかった。そりゃそうや、うん、うんうん、覚えてるよ、はい、その時はもうほんな高吉満場一致や。副キャプテンはだって満場一致っていうより、お塩屋さんがPL の教授が俺をって言われたわけよ。これをまあ嘘か、監督から言われたわけ、中村監督から。だからこれは分かれへんで、聞いてない。副キャプテンはどうやって決める。通るよ。投票なの。いやいや、あれはもう自然に通るやったな。あれ多分自然の流れやね。もう高吉と通るの、うん、このコンビというか、うん、そうそう、やっぱり俺を止めれるのも通るやし。通るしかいない。でも通るはお塩様から言われた。通るはお塩さんじゃないではない。通る違うんや。うん、通るは違うと思う。あの副キャプテンは違うと思う。でも俺のがキャプテンで、じゃあ副キャプテンは言うたらもう通るしかおらんかったと思うわ、うん、あ、これはもう多分満場一致だと思うよ、まあ、俺らの学年は。キャプテンが締めて、うん、副キャプテンが止める。そう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 。もう岩田副キャプテンは神。そうそう、神です。下級生から、神で、いや下級生見ねえって。岩田さん神です。ホールってあの音楽の時なんかドラムかなんかでそんなの。そう、ギターとかな。ギターかっこええね。指太いけどね、あのかっこええ。ギター弾けんね、あれほんまにかっこええね。 A ちゃんが前からな、トールちゃん。俺トールとは試験の時と、あの何や、あそこ泊まるとこなんていうんかな、テントよ、ランドハウス。ランドハウス。おう、トール、北口、俺、うん、中学校の時な。地方やから、うん、テスト。テストの時な。ほんで3人で、俺トール、タバーってどっか行ったよ、うん、女の子、シャチャーっと3人来るよ、うん、えっと思ったの、うん、なあ、よし、今日はみんな明日テストやけど、なあ、みんなで仲良くして、なあ、一緒に受かろうや。うわ、こいつ何するんやろ、うん、くちゃ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 しゃべって喋って、うん、いけるんかと思った。来たくちゃ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 って、おほんなら俺のおかんも勉強してるとか言って入ってきて、うわー、もうおかんもうこいっとけって、うん、ほんで取るがかんちゃーってあの感じであの感じで昔とかあれテスト受けて、ほんで俺トール北口、うん、桜散る。そうやな、それでまた、そうや、そうそうそう、もう何やねこの3人で。だってまた一緒や。トール言うてたで、まさみちゃんのお父さんお前大の字で寝てたよ。いびきかいて。この人はすごいなって。ほんでこの人の息子は
やっぱり頭よくて通るんやろうなって思ってたんが北口らしい。そう。通るそれ言うてた。うちのおかんも言ってた。うん、あの人はすごいって。やばいです。北口やな。これが北口まだ別やな。今東能の監督やで。うわ。北口監督、鈴木秀幸監督、肌でも監督してた。肌でも大会俺すごい選手は思ったよ。ああ、これなんかすごい。野球がやっぱりすごかったな。腹筋やらしたら10分近くするしやで、V 字腹筋。ああ、すごいな。うん。仮面ライダーや。うん。あら、こんなんで、だん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 。すごいやし。肩強い、足速い。俺の見た中ではやっぱり一番1年生の時はうまかったと。すごかった。うん、すごかった。ごめん。全然ショートでは俺今まで見た中では一番うまかった。いつも言うけどな、今日も肌でに言うぞって今日来てくれたから、ほら息子が神戸でレオやな、レオ、レオ、うん、顔一緒や。ほんで山菜巻きな、こうで食べます言うて奥さんも言うてくれやって、うん、ほんで息子に食べさせてや言うた、息子は試合です言うてたいやいや、それは分かってるけどな、ちょっと一口だけでもで食べて勝つ、うんうん、で勝利負けと。ああ、素晴らしいね、